渡辺ファイヤーさんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。渡辺ファイヤーと申します。渡辺ファイヤーさんの今日はソプラノサックスを持ってきていただいているので、ちょっと楽器について説明をお願いします。これはソプラノサックスって、大体サックスっていうのは大中小ってありましてですね。一番ちっちゃいのが、ソプラニーノという楽器で、その、二番目にこう、ちっちゃい楽器。で、ソプラノ、アルト、テナ、バリトン、バスサックス。どんどんでかくなって。それがソプラノサックスっていう。今日はこれでね、吉田さんの曲を、レコーディングしたということで。ソプラノサックス。どんな音域なのか、ちょっと吹いていただいていいですか？どんな音域です。はい。音域は、こう上から、そうですね。だいたいサックスっていうのはね、B フラット。これぐらいの大抵。ほんで、上がね、なんだろう、F シャープかな。この辺か。そんな。そうですか。じゃあ結構広いですよね。広くは広いですね。でも音域の広さとしてはフラジオがこれ出ないからあんまり高い音。基本的にそんな高い音は出さないですけど。この辺が美味しいのかな。そうやっていく。ありがとうございます。いい音を出すための秘訣みたいなの教えてください。いい音ですよね。音はもうなんだろう、苦労しますよねやっぱね、音色はもうずっとなんだろう、サックスプレイヤーだったらロングトーンとかしてしたりとか、あとなんだろうな、好きなプレイヤーが例えばいたら、そのプレイヤーが出してる音に近づくようになんかこういけるような感じ。ファイヤーさんはお好きなプレイヤーっていうのはどなたなんですか？いや、めちゃめちゃいましたね。僕はだからアルトサックスから入ったんで、一番最初にやっぱり聞いたのが渡辺貞夫さん、でそれからやっぱりその系列でチャーリーパーカーですね。そこからやっぱりジョン・コルトレーンとかハマりまして、みんなジャズメンですけど、そこからですね。あとはもういろんな人が好きですよ、嫌いな人の方が少ないかもしれないです。あ、嫌いな人っていうのはどういった点が嫌いだったりするんですか？やっぱ音色がちょっと合わないとかね、なんかやっぱ音色ですよね、音色がちょっと嫌だなと。じゃあそのプレイヤーはそれが好きで吹いているけれども、ファイヤーさんは自分好みではないっていうことですか？そう、好みの音ってあるんですよ。で、その好みの音、あ、これいいなと思ったら、その、これマウスピース言うんですけど、マウスピースの種類が同じだったりとかするんですね。あ、そうすると、その、好みが共通っていうのが音色とかにも共通点っていうことになって。そう。だから音色イコール、その一番、楽器も本体もそうなんですけど、やっぱり、その、マウスピースと、このリードなんですけど、リードのセッティング、相性、この、組み合わせ。で、やっぱり、ほとんど、音色が決まってしまう。これ、最初、この、一個だけグリスタンドで入るとか、どんな、あ、そうですね。ちょっとそれで、ちょっとやってみます。これでいいですか？はい。三つ入れるか、ちょっと一つ入れるか。ちょっと華やかな感じでお願いします。
さんが始めた時はあの少年時代ですよね。いや僕は少年じゃないですよ、もう大学の頃、高校2年。あ、高校2年だとあまり少年って感じじゃないですか。17。その時はこの、あの組み合わせというのはどなたかに教えてもらったんですか。あ、そうですね、教わった師匠がいまして、その方にやっぱりどんなマウスピースを使ったらいいんだって言って、まあ、レクチャーを受けました。あ、教えてください。その時は、ジャズだったんですか、それともブラスバンドだったんですか。もうでもその頃はね、まあ、でもジャズでしたね。あ、でその組み合わせはそれ以降変わったり工夫されたりってことはあるんですか。しましたね。あ、でこの憧れのプレイヤーとこう気づくと同じものを使ってたりっていう、割とそうだったりとかしますね。それは変わらないですね、いまだに。このサックス始めた頃はどんな練習とかしてたんですか。まずはアドリブをやりたくてしょうがなかったから、コピーをしてましたね、やっぱり。そうするとまだ指が動くとかそういうことはあまり関係なく、この目指して、そう、だから理論とかも全く知らなくて、で、当時はですね、フュージョンというのが流行ってまして、フュージョン。ご存知ですか、フュージョン。知ってますね。で、ジャズみたいにそんなに複雑じゃないんですよ、中身が。で、割とワンスケールだけで、こう、アドリブができてしまうみたいな感じなんですよね。うん、で、それを流しながら、どの音がこう使えるかとか、どの音がこういいのかとか、でなんか勝手に吹いてましたけどね。じゃ あ, あの好きな作品のアドリブとかを自分で吹きながらこう探していくみたいな感じですか。それも最初はもうそんな感じですね。最初の頃難しかったなとか、こんな風にして乗り越えたみたいなものはありますか。練習だとか、あるいはこう表現みたいなものとかで。いや、もうそれはね、いやだからエチュードあるじゃないですか。まあ、何でもそうですけど、エチュードあるじゃないですか。本とかでもありますよね、サックス用の。そうなんですよ。練習曲みたいなのあるんですけども、だからそれが全然うまく吹けない。それはやっぱり、もう、その時点でね。あと、音域があるじゃないですか。だから、音程がうまく取れないとか、音色が悪いとか、上の音へ行くと、なんか、しょぼい音になる。だいたい音を出すこと自体難しそうですよね。そうですね。それを考えると。だから音色が決まるまでが大変かな。それは、始めた頃とかに、師匠だった方はどんな方なんですか？同じ、やっぱりそのジャズメンでした。今、もうあの、引退してしまいましたけど。じゃあその、レッスンつけてもらうというような形だったわけですか？そうです。そうすると、この、教則本とかでも、いいものを紹介してもらって、うん、それを練習して、こう、レッスンで見てもらうみたいな。そうです。はあ、で、アドリブは教えてくれないですよね、はあ。アドリブは教えられないと。いいレコードをたくさん聴きなさい。そうでしたね。そうすると、この、そういうテクニック的な教則本のことを教えてもらうレッスンっていうのは、先生は見本とか吹いてもくれるものなんですか？吹いてくれます。じゃあ、このアルペジオみたいなものを、こう、こんな風にやるんだみたいな。そうですね。大体そのジャズのエチュードだったんで、やっぱりジャズ吹きな感じをやっぱ教えてもらって、ここはこういう風にした方がいいよとか。うん、そうですか。タッタタっていうのはもっと切っていいんですか。あの割とアバウトに吹いていますけど。この鋭さみたいな感じですか。ではなくて、そうそうそう、もう全体的に柔らかく吹いちゃってるんですよ。ああ、こういうタラーとかタータみたいな譜点は鋭めにして、この音が消えるときにパッと消えるよりはちょっとスッとスッと、あ、そ、2回目のぐらいの感じで、はい、あまりあの最後の音は長く伸ばしていただくんだけど、こっちはあの柔らかく切ればそんなに長くなくていいです。あのタータッみたいな休みではなくて、こうスッと切っていただければ、はい、
番今こう心がけてることとかそういうもの何かありますか。心がけてることですか。いい演奏するためとかあるいはコンディションを保つとかで。もちろんその体の管理は大切ですけども、なんだろうな、まあ、もちろんベストを尽くすってことですかね。あと一番ねやっぱり大事に思ってるのはエネルギー、なんか出てくるエネルギー、どんな些細なことでもなんかこう情熱だとかなんかパワーとか、やっぱり情熱ですよね。それがやっぱりなんかで表現しなきゃいけないなとは常に思ってますね。ところでこう、はい、ファイヤーさんの好物だとか何かこうあるいはパワーの出る食べ物だとか何かありますか。結構肉が好きなんですよ、はあ、肉が。肉も食べないんじゃダメですよねやっぱり。いやもう、うん、バランスよく食べてればいいんじゃないですか、うん、最近はでもやっぱり肉よりかなんかお魚の方がねちょっと食べたくなってきたりとか、はあ、体質もだんだん変わって、昔は肉肉肉って肉ばっか食ってましたけどね。あ、これも、この間と同じように、もし吹きにくかったら、タラタタタンタンっていうふうに、2回吹く。さんがこうアルトサックスからですよね、はい、始めたきっかけとか何かあれば。なんかねいいなと思ったんで。なんかこうジャズの何かこうラジオから流れてくる曲とかですか。ねずっと今でもそうなんですけどロックが大好きなんですよ。ロックが大好きで、うん、でプログレッシブロックっていうのがプログレってことなんですか。でその中でキャメルってバンドがあったんですけど、まあ、ピンク・フロイドもそうですけどサックスが入ったんですよ、うん、でそこでなんかサックスって結構かっこいいなと思って聞いてて、うん、でも決定的になったのはやっぱり渡辺貞夫さんですかね、うん、それまでは楽器とかは何弾いてたんですか。全くやらなかったんですよ、まあ、ギターもね全然ダメだったしすぐ挫折したんですよ。あ、始めたけれど、で本当はドラムがやりたかったんですよ。レッド・セッペリンってバンドがあってその中のジョン・ボーナムっていうのが本当に大好きでかっこよくて、こんな風にドラムが叩けたらなと思っておふくろにねドラムやりてえなって言ったらあんたどこ置くのって言われて、あそこでもう夢が消えたみたいなすぐ夢消えちゃったですね。そうです、結構、ね、諦め早いんですよ。うん、でもサックスだけは頑張りましたね。それは練習はどこでやったんですか。 川とか山とか。高校の時は、まあ、ブラスバンド入ったりとか、軽音楽部に入ってたんで、まあ、そんなの遅くまでできないですけど、やって、うん、あとはですね、川でもやりました。もちろん。公園でもやりました。で、大体大学の地下。うん、あ、地下で、うん。倉庫ですかね。大学の地下ってあったんですよ。その、だだっ広いところが。それは他の人も練習してるんですか、地下を使って。いや、もちろん。もうそこでみんな練習してて、そこは良かったな、ほとんどそこですね。これでしょうね。はい、そうなんです。ダラダラじゃなくてダランダラっていう風にあるので、それで
ボーカルのこの歌うその癖みたいなものをちょっと感じつつ、エコーのようにまあ、エコーというかあのリズムが吹いていただければ、音は大きくできるんですから、はい、夜空にみたいなのが入るような感じ。あ、しなくていいです、はいはい、はい。こういうのってどう書けばいいのか、私はちょっとさ、振り子でいいんです。これはなしでもこれで、これだけでいいんですね。はい、振り子もなしでもこれだけで。で、これこの一瞬このタイ長めにとって、はい、他の楽器、それちょっと長すぎるんですけど、ちょっと長めに。あ、そう、そのくらいでお願いします。はい。あ、じゃあグリスサンドの最後みたいな音はいらないわけですね、はい、あの着地点はいらないです。はいはい、わかりました。降りていくだけのパッだけで通じます。はい、お願いします。グーパンチというバンドをやっております。もうね、10年ぐらいになるんですよ、やり始めて。で、最初は、相方のテナーサックスのテディ熊谷っていう人間と二人で、パラダイス山本と東京ラテンムードドラッグスっていうバンドを やってましたね。で、それが、フジテレビのもう15年ぐらい前ですかね。十数年前。深夜番組やってたんですよ。深夜番組ですか？そうそうそう。ほんで、渡辺ファイヤーっていうその芸名をつけてくれたのが、このアルバムには入ってる、そのパラダイス山本って言って、知らないですかね、知らないですよね。日本の、なんでしょう、サンタクロース、はあ。サンタクロースって言うじゃないですか。各国にサンタクロースって。いますよね。で、日本の公認のサンタクロースをやってる人なんですよ。へ、パラダイス山本って。あーうーとか言ってるんですかね、ここね。で、彼が、渡辺ファイヤーっていう、その、名前をつけて。それは演奏しているのをご覧になってつけたんですか？まあ、その、火を吹くようなサックスということで。で、番組の中で、その、サックスのビルがあるんじゃないですか。あそこに花火を入れて、アルトサックスはって言われた時に、渡辺ファイヤーってベルの中から火をこう放ってたんですよ。それは、ファイヤーさんの大事なサックスから、いや、大事じゃ別にないんですけど、言ってもいいのかな。いや、僕の大事なそのメインにしてる楽器じゃないんですよ。まあ、撮影用の楽器。で、それは火を吹く専門の。いや、もちろんもちろん、もちろんです。あ、そうですか。そうです。じゃあ、そのファイヤーさんの名前がつくまでは、本名で活動されてたわけですね。そうなんですよね。本名で、ずっとやってて。で、ファイヤーになってから、だからその番組がきっかけですね。じゃあ、ある日突然ファイヤーさんになって、次の日からはもう渡辺ファイヤーさんということで。そうそうそう。面白いですね。だから番組の中で付けられたネーミングが、もうそのまま、これいいか。覚えやすいじゃないですか。覚えやすいですね。そうですか。じゃあ、ファイヤーさん、今後の活動のことちょっと、インフォメーションで。今後の活動ですか。ね、今度ね、もうしばらくすると、自分の名義なんですけど、ファイアーセッションつって、ジャズの楽曲をばっかりを集めて、それをジャズではなくて、ファンクのリズム、16ビートでやるアルバムを出します。あ、楽しみですね。それとあとは、ソウルとかポップスとかのその歌物、美しいその、歌のメロディーをそのサックスで表現しようかなと思って、それはちょっとデュオで出してみたいな、とは思ってたりとかしますね。渡辺ファイヤーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。
立派。